クローニカ・マイオーラ・パート2に描かれた、クレモナの像クレモナの像は、1229年に、エジプトの統治者で後に、アイユー部長第5代スルタンとなったアル・カーミルから、神聖ローマ帝国の皇帝フリードリヒ2世に、贈呈されたアジア像である。フリードリヒ2世は、この像を外戦パレードに利用した。この像については、1229年に、 クレモナに到着したことは分かっているが、性別や年齢、名前などは不明である。クレモナの像は、イングランドのベネディクト海修道士で、歴史家のマシュー・パリスが、著書、クローニカ・マジョラで、1241年に、フリードリヒ2世の義弟リチャード・オブ・コーンウォールが、クレモナを訪問したという記事の中で言及している。なお、1237年のクレモナの年代記でも、 像についての記載がある。クレモナの像は、カール大帝が所有していた、アブルアンバース以後で、ヨーロッパの歴史に残る最初の像である。13世紀においては、他に、フランス王類9世が1255年頃一頭のアフリカ像を所有していた記録が残っている。A.B. ザ・クレモナエレファントアットフレデリック、通報編ウオブ・ジャーマニー2011年1月9日。 閲覧、安納納ットタワーメナジェリー2011年1月9日、閲覧。ありがとうございます。